とは、フォートナイトで同じぐらいのレベルの人、もしくは自分より少し上の人に勝つテクニックをご紹介していきたいと思います。はい。まずね、一つ目が、まあ、この動画を見てもらえればね、わかると思うんですけど、はい。まあ、簡単に言えば、まあ、フォートナイトって基本的に上を取っていくゲームだと思うんですよね。上を取った方がやっぱり強いっていう。今ね、攻撃をしましたね。相手にこれで攻撃しに行くっていうふうに、まあ、思わせるわけですね。で、まあその、実際には下に行くんですけど、まあ、フォートナイトっていうのはね、空間がとても広いゲームなので、上に攻めていくだけじゃなくて、まあ、上から下に下がっていくことも可能ですね。こうやって相手を疲れさせる。まあ、相手はすごい攻めてくる人で、ついてくるタイプだったので、あえて上を取らなくても、下に行ってもついてきたので、こんな感じで。で、まあ、こうやって一発、当てて、まあ、すかさずね、で、相手が壁やってきたんで、攻力で、倒すことができました。こんな感じで、まあ、上を取るのは、まあ、基本なんですが、あえて、まあ、裏技として、こうやって下の方に下がっていくっていうやり方もあります。で、二つ目を今から紹介していきたいと思います。今ね、体力がすごい少ししかなくて、まあ、ピンチの状態なんですけど、まあ、ここはね、焦らずに、建築室 する必要がありますね。こうやって車で攻めてきてるんですけど、サブマシンガンで車の正面を撃つと、相手にダメージを与えることができます。ここで何が言いたいかっていうと、まあ、体力はもちろん大事なんですが、まあ、それを気にしてるのを、まあ、少し考えて、まあ、攻撃、エイムを結構重視にしていくとね、いいんじゃないかなっていう。で、相手の上を取ってから回復するっていうのが結構いいなって思いました。結構下に下がった時に、回復しちゃったので、今は決めましたね。なので、回復は上を取ってからするっていうのは結構いいなっていうふうに思いました。はい。こんな感じでね、倒すことができたんですけど、要するに、まあ一つ目のテクニックとしては、上を取るだけじゃなくて、あえて下に下がっていくっていうテクニックもあります。で、二つ目が、相手の上を取ってから回復するっていうのが、同じくらいのレベルの人、もしくは少し上の人に勝つ、まあ、裏技としてね、あるんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひね、なかなか勝てないなっていう方がいれば、参考にしてもらえると嬉しいです。以上、本当によろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。